なんだありゃ、ランエボ、あんなランエボ首都高エリアにいたか。何はナンバー、これが今までのマフラーです。で、左が今回ブラックバードに装着したシゲのマフラー。確かにパワーが落ちてるな。全体にばらつきがあって、ピークへの立ち上がりもちょっと。馬力が中速域で 5% から 8%。ピークだと70馬力前後ロスします。本当に音だけなんだな。なあ、どうしてこのレベルで実際に乗るとあんなにいいんだ？どうやら秘密はトルク特性みたいですね。このカーブを見てください。立ち上がりもラフだし、トルク数値もそれほどじゃないけど、ピーク域までほとんど垂れていません。これは気持ちいいですよ。乗り手を思い切り踏んでいきます。まさに魔術師だな、シゲのやつは。最高のセンスを持ってるよ。今日で3日目か。いいじゃない、大阪行きの情報を教えてあげたお返しに。ブラックバードに会えるまで乗っけてくれるって約束なんだから。でもどうやら今日が最後らしいよ。え、なんだ。でもブラックバードがマフラーを交換してどんな走りに変わったか楽しみね。うん。ブラックバードの走り、すごくラフだ。初めて見るよ。この Z の音をかき消して、ブラックバードの音が飛び込んでくる。俺、この音知ってる。え？っていうか、こういう音を出すんだよ、Z も。最高に乗れている時に。戻ってくる。しばらく失っていた走りに対するモチベーションがはっきりと。何をナンバーのランエボ？そういやうちの客もそんなこと言ってたな。こないだ北見がブラックバードのマフラーをシゲに作らせようと大阪まで行ったって話したろ。ああ、それは何か関係あるのか？そのなにわナンバーのランエボもやっぱりすげえいい音させてるらしいのよ。ハイトーンのターボカーとはとても思えないような澄んだ音をな。マーキー、元気か？何にも言わんと出てって怒っとるやろ。堪忍な。東京へ来て1週間や。こっちに着いてすぐ6畳風呂なしのアパートを借りた。それでもめっちゃ高いんで驚いたわ。仕事も決めた。アパートのそばのファミレスや。こないだまで社長って言われて偉そうにしとったんがえらい違いや。大学生のバイトに仕事を教えてもらってるわ。パートやから毎日働いても大したもんにはならん。でもこれで十分や。仕事をしに来たわけやないからな。仕事の空いてる時間に徹底して走り込む。噂の首都高は案外難しいわ。合流分岐もやたら大手、まだ全然覚えられへん。そこそこ速いやつはおるが、ほんまに速いやつにはまだ一台も追うてない。マキ、そしてエリコさん、3ヶ月間俺は二人のことを忘れる。俺に許された三ヶ月間、俺は東京の人間になる。ただ車のことだけ考えて、俺は生きていく。キセノン系のヘッドライト。早い。フロントに RGO のステッカー。
ショップワークスの車か。おもろいやんか。なにわナンバーでえらくいい音させているランエボ。どうやらこいつがそうらしいな。試してみれば、5分も一緒に走ればわかるでしょ。まあな、お前が組んだ初めてのエンジンの調子を見るにはちょうどいいかもな。この車は速い。雰囲気が違うんや。東京来て初めて本物に落たれ。鬼のようにスラロームしていくわ。すごいわ。これは爆発が違う。なるほど、これが噂のランエボか。いいね、ついてくるね。ちゃんと。いや、思い出した。 RGO チューナー、太田和夫の RGO スピードファクトリー。最も成功したチューナーの一人や。追い上げてくるこの音、そう、山本が睨んだ通り、こらしげの音だ。随分といい音させてるな。シゲは元気かい？え、知ってるんですか、シゲさん。知ってるよ、よくな。俺はオタ、こっちは娘のリカ子だ。お、ヤマ、お前まだいたのか。ちょっと気になったもんで。どうでした？まあまあだな。あ、こいつうちのメカの山中だ。よろしく。大阪から来た神谷英治言います。どうも。早そうなランエボですね。いくつでんだこれ。400馬力くらいやと思います。見せてもらっていいですか。ええ、構わないですよ。なるほど。小さなタービンで上まで回す感じね。え、そうですね。ロスなく効率よくまとめた感じです。でも、時間があるならちょっと行ってみるか。ええんですか。あ、ほな、ぜひ。よし、走りながらシゲの話でもしようや。じゃあヤマ、そろそろしまいにしとけよ。ええ。R、いい感じに組み上がってましたね。そう？親父は何も言わなかったけれど。社長は照れ屋ですからね。 RB26 は初めて組んだんですよね。そう、突然お前組んでみろって言うから。正直言って感心しました。初めてであれだけやれるなんて。え、お世辞？お世辞なんかじゃありませんよ。さすがだなって思いました。もちろんまだ絶対的に経験不足だし、各部の詰めも甘いですよ。でも経験したってどうにもならないものがある。それはセンスです。リカ子さんには社長と同じセンスがある。もう普通の女子大生なんてやわすぎてやってられなくなりますよ。これがこうなる。パッと見てもトルクの谷が消えてるのがわかるだろう。こうやってシゲのマフラーのネガな部分を補正するわけだ。あと面白いことがデータとして出ているぞ。自分の走りが変わったのに気づいているか。シゲのデータを意識して変えたわけじゃなさそうだな。スロットルを開けている時間がかなり長い。よく言えば積極的、悪く言えばラフな踏み方だ。それで思ったより車速も乗っている。不思議と燃焼状態もいいみたいだ。今は目に見えるデータは興味なさそうだな。ええ、僕はずっとリズムで車を走らせてきました。でも今はもう少し肌で感じたように走らせたいんです。それがお前の理性を取っ払っちまうかもしれないぜ。R より速い初期型の Z？ なんでも悪魔の Z と呼ばれてるて。ああ、あるな、そういう Z が。その車に会いたくて東京に出てきたのか。いや、そういうわけはないですけど。会えるよ、お前次第でな。
お前の会いたいって気持ちが本当なら近いうちにな。そういう車なんだ。それよりどうだこいつは。いいですね、カチッと回る感じで。初めて組んだ RB26 にしちゃまあ上出来だね。初めて？娘だよ、あいつが組んだんだこのエンジン。ブラックバード、あいつ毎日走り込んでるよ、シゲのマフラーをデータ化するためにな。意外、お前さんがもしあいつと同じその Z を追うなら、まず必要なのはパワーだ。パワー？目もくらむようなパワーを手に入れなければその Z と勝負にはならない。中でコーヒーでも飲んでけよ。ええ。これほんまに初めて組んだ RB なんですか？そうよ、 L 型さえちゃんと組めれば大丈夫だっていつも親父が言ってたし。改造車専門だから倉庫に使わないエンジン、特に L 型はゴロゴロしてるの。初めてエンジンバラバラにしたのも L 型、中2の時に。もちろん組み上げられなかったけど、面白いから倉庫のエンジン片っ端からバラしてたら、組めないんならバラすんじゃねえってすごく怒られちゃって。スクラップじゃんって言ったら、バカ野郎いつか使うんだって。絶対使わないってそんなの。じゃあ今ファミレスで働いてるのか？ええ、なんとか食えるだけは稼がんとあきませんから。うん、どうせならうちで働かねえか？え、いろいろ勉強になることも多いぜ。お前さんはエンジンが分かってるし、走らせることもできる。いや、これはマジで言ってるんだ。ありがとうございます。でも。ダメなのか？なんでよ。ファミレスはただ食うためのバイトだろ？そうですけど、東京にいるのは3ヶ月だけって約束で出てきたんで、中途半端になっても。3ヶ月か。その代わり、空いた時間に手伝わせてください。無給でいいです。雑用とかで十分ですから。そうか。よし、わかった。ま、気の済むようにしろよ。金のことは考えとくから。いえ、ほんまに無給で。明日からでもええですか？お。よろしくお願いします。どうも。お、来たな。女房の涼子だ。実は RGO を仕切ってる女王様だ。いやねえ、何言ってるのよ。朝話した神谷英二君だ。今日からいろいろ手伝ってくれる。そう、よろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。無理にこっちの言葉に合わせようとしても全然似合ってないよ。FD か。腕は中の下ってとこか。お、後ろのベンツやる気かよ。やったれやったれ。よし、そんな年じゃないか。ヤマさん、これどこへ？おう、工場の中に運んどいてくれ。わかりました。
よっと。手伝うよ。ああ、助かるわ。ふう。このエンジン、エイジさんが一人で組んだの？ああ、そうや。一度乗ってみたいな。いいでしょ？ええよ。じゃあ、今夜。エンジン本体でピストンとカムだけがスペシャルパーツ。あとはバランス取りと削り加工の積み重ね。お約束の地味系や。タービンは純正メタル加工。エキマニ系はシゲさん特注。で、フルブースト8000回転まで根性で回すんや。ほんと地味系ね、なんか。ほっといてんか。でも結構早いよ。負荷もかけずにいいシフトワークでうまくスピード乗せてくね。素直に腕がええと言わんかい。どうしたの？後ろ追いついてくる車がおるわ。このスピードに追いついてくる。こっちより速い。会えるよ。お前次第でな。お前の会いたい気持ちが本当ならそういう車なんだ。何はナンバー。そしてこの音、ブラックバードと同じ音を出している。今はアキオってやつが乗っている。弟と同じくらいかな。L28 回ツインターボ600馬力を叩き出す S30Z や。 L 型で600馬力、信じられんやろうけど、ほんまなんや。あれが北見チューンの悪魔の Z や。離れれば待つ、追いつけば離れていく。こっちの速度に合わせ、まるでここでのルールを教えてくれるように。 L 型ツインターボ600馬力。これ以上はついていけ。悪くないよ、お前の車。パワーに頼らない職人的な走らせ方もいい。だが首都高には首都高のやり方がある。モアパワーだ。そしてモアトルク。小賢しい理屈なんか一瞬で飛ぶわ。モアパワーにモアトルク。この間エイジさんに会いました。 RGO の太田氏の隣に乗っていましたよ。おお。大阪で知り合ったやつだよな。そいつもシゲのマフラー入れてんのか？入れてるよ。いい音させてる。高回転域で回らないのはあえて承知の上でしょうね。明日お前の車うちに入れろ。車載の ECU を全消去して再プログラミングする。シゲのマフラーのネガな部分を徹底的に潰していく。ただ速いだけのつまらん車になるか、やってみようや。シゲもプロならこっちもプロだからな。ポルシェターボだけが本物のターボカーです。ヨアの国産のターボカーとは物が違います。ではまた次回。グッバイドライブゴーゴー。何がドライブゴーゴーだ。よくやるぜ俺も。踏めなかったんだ。いつの間にか踏めなくなっちまってたんだ。綺麗な配管の取り回ししてるね。ん？ねえ、もう一回乗せてくれないかな。何考えてるか当ててみようか。ん？この前の Z のことでしょ。すごかったね、あの600馬力の L 型 Z。 ああ。エイジさんはあれを狙って東京に来たんだ。いや、そういうわけはないけど。
でも勝ちたいんでしょ。ああ、勝ちたい。エイジさんのこのランエボすごくいいよ、マジで。でもあの Z を追うのは無理だよ、きっと。今のままではな。そうだから私に組み直させてもらえないかな。どういう仕様にするつもりや。まず排気量のアップ。2リットルの直四じゃ線が細いから、ストロークアップで 2.2 リットル化して、ピークパワーは7000回転あたり、最大トルクは5000あたり。タービンは今のままか大きくしても一つ上、ブースト圧は最大で 1.2 キロまで。あとできれば4連スロットル化とファイナルギアの変更。輸出用ドイツ向けなら5速7000で260キロ出るようだし、7500以上回れば限りなく300キロにも届く。600馬力カーのブラックバードもあの S30Z もそれで十分抑えられる。それで今よりいくつ乗るんや。プラス50馬力。このランエボは450でブラックバードにも Z にも勝てるよ。わかった決めた。このランエボ全て任せるわ。